関東医療少年院正門関東医療少年院は東京都府中市新町一丁目にあった法務省共生局の東京共生管区に属していた少年院で2019年3月まで運用されていた2019年4月に東京都秋島市の国際法務総合センターとして八王子市の八王子医療刑務所八王子少年鑑別所 府中市の関東医療少年院、相模原市中央区の神奈川医療少年院を2019年4月に統合移転し閉所した。全国に2カ所しかない第三種少年院のうちの一つであった。定員は124名。医療法上の病院に該当する。第三種少年院とは少年審判によって心身に著しい故障があると判断されたおおむね12歳。 以上26歳未満の者を収容し、治療と共生教育を施す施設である。特に精神疾患のある未成年者を重点的に受け入れ、治療を行っている。非収容者に対しては、平均して約1年間のプログラムが組まれ、専門医による治療と並行して生活、職業指導といった教育が施される。治療が終わった非収容者は、 一般の少年院に移ることもある。関東医療少年院の弊所により、単独の医療法の病院機能を持つ少年法の分類における第三種少年院に属する医療少年院は、京都医療少年院のみとなる。ありがとうございます。